了解です。うん、行きますか。うん、言いづらくな、結構近そうやな。来ないかか、うん、まあ車に乗ってる人をやるってなるともう少し練習が必要になりますね。うん、まあ、ああそうや、うん、はい、いや、まあ、君もしも撃つことあったら、はい、ちょっと軽く変装してもらおうかなとか戻ったんやけど、あれやったらね、君に僕の身分証を渡してもええよ。はい、それはどういう理由わかるかな。だいたい向こうに敵のギャングに撃たれた時って、はい、持ち物あさられるんよ。はいはいはい。まあ金盗まれたりとか、持ち物持ってかれたりとか、それこそ銃とかアーマーとかドラッグあったら盗まれねんな。まあ身分証あったら変装しとったら誰かわからんから、あ、はい、確かめるんよ。うん、でまあやっぱ自主的に脱ぐことしかさ、相手の素顔見ることできんから、だからまあ身分証見て、あ、こいつかってなるわけないな。おお、それで、そうやから僕の持っとったら、うん、お崖か崖ですね。後ろの家ではなく、うん、後ろのこれか、この家ですかね。この家か。うん。うん。まあ、やから僕の身分証も取ったら、あ、これヘラ主義の変装かってなるから。そう。あれやったら全然すって持ってくんでと思って。ああ、まあ今のところは。うん、うん。あ、必要性出てきたら言って。はい。もう、くるくるですかね。いや、なんかさっきダーマーさんから震える声で、うん、もうすぐ着くからね、待っててねって。あれ、ダーマーさんってだって。あれ、もしかして徒歩ですかね。まさか、まさか、ええ、なあ、あ、ちなみに今声の起きたどんぐらい、はい、いや今全然普通ですけど、あ、普通ぐらいか、うん、ならよかった、うん、まあそうやって精神が参ってくると自分が本当に守りたいものさえ見失ってしまうんで、うんうん、まあもう同じことにはならないように。お、ああそうだ、ああ寒いな。まあ君に期待して、ああ待たせてしまってすまない、おー久しぶりだな。お疲れ様です。どうだった日本は。まあまあ久しぶりというか、まあ、そうか、はい、楽しめたか。そうですね、なんか銃を撃ってたようだな。まあそうですね、スナイパーライフルを。この世界のスナイパーライフルは一味違うだろう。そうですね、ちょっとまだ一味難しいというか、一撃で当てるのが至難の技でな。はい、うん、たくさん撃ってしまえばいいんだから。そうですね、うん、今日はそれなんだな。ああ、ちょっとまあこの子と会うときはこの学校にしとんね。ああ、そうなのか、うん、そうそうそう、なるほど、ね、うん、それはサンローズか。そう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 、おー、そうかそうか、うん、一応この状態の名義であの車もこうだ。あれクラブやね。ああ、そう、この姿ではあれにしか乗ってへん。そうかそうか、うん、で一応、ああ、ごめんな、うん、あそこ、あの先日狙撃されたっちゅう、うん、ね、隊長はお体大丈夫ですか。私の話か、うん、あの、うん、9372からちょっとお薬もらったわ。ああ、いいぞいいぞ。各種3つずつぐらい。うん、実はな、冴島さん、はい、今すごいことになっていてな。はい、まあ話せば長くなるんだが、我々は今抗争に近い状態にある。まあほぼ抗争といっても過言ではないだろう、うん、まあさっき軽くヘラさんからは、うん、事の発端はヘラ主義は伝えたか。まあそうやね、うん、PP が元になって、うん、 PP の事情は確か少しかじっていたな。うん、まあ冴島さん、はい、でな、今は簡単に言えばだ、我々は同盟を結んだ相手に増援として
手助けをしているようなイメージだ。はい、うん、確か山本さんっておいくつだったか知ってるか。17、18歳とかその辺だよな、はい、だからあのヘラさんと話せて、あの本当に打てるのかなっていう、うん、うん、そうだ、今さっきこいつと話してたんだがな。ああはい。私も今回の戦いに対してな、確かに助けてやろうという思いは少なからずある。はい。ビジネスとしてという面もある。はい。まあ主だって言えば私の衝動ではあるんだがな、うん、だがな、現状かなり泥沼化している印象がわしもあるんだ。実際銃を持って相手を殺したりするのはわしは好きだからな、うん、それはそれでいいんだが、それだけずっとやっとるわけにもいかん状態になってる、うん、ただここで我々が一方的に手を引くだけではな、その山んば花子さんがどうにも不憫でな。はい。だからどうにか彼女を町に返せないかというところも少し考えておる。というのを今現状でわしは今悩んどるんだがな。それはギャングではなく PP ではなく、そうだ、町の元のね、敵というか、そうだな、日本の言葉で言えば敵かもしれんな。まあ自分もそれは賛同します、その方が、うん、いろんな方法があると思うでな。彼女はその自分のことを自分に手を差し伸べてくれた人の恩義に対して動いてる気がするんだ。まあその辺はもう一度聞いてみないとわからんが、はい、だがこいつも、こいつもな。はい。この町に来て、あまり居場所がないところを、私がこう、手を引いてここに来たような感じになってるかな、うん。それはギャングのボスではなかったから、彼らはな。ああ。だから彼女はギャングのボスを立ち上げてる手前な。彼女をボスとしても、しっかり対応してやらねばならんと思ったんだがな、うん、まあそういうことで今かなり泥沼化した構想状態に我々ギャングはあるんだ、うん、特に町の一大勢力とぶつかっている状態だからな。 LW とチームドラゴンですか。そうだな。だから今我々とつるんでいるというのはかなりリスクがあると思う。まあそうですね、うん、君の身にも危険が及ぶやもしれん、私は君が日本に帰省する前に私と手を組まないかという話をけしかけたがな。状況が状況だ。その上で君の判断でそれに委ねたいと私は思っておる。私としてはむしろこの状況だからこそ少しでも力になれたらなって思ってます。なるほど。だからこそ、まあ前回会った時と変わらず自分は協力したいって、そう意思でまあ来ましたね今日は。なるほど。はい、分かった。それは君の意思としてもそうだし衝動としても
そして君の自由として、ペトロ。だが、はい、柳田、はい、そしてヘラシギよ、うん、これだけは私の考えだ。しっかりと覚えておいてほしいことがある。なんです？ギャングというのはマフィアやヤクザというのはな、うん、あくまでも形でしかない。じゃあそれがなくなったらおしまいかといったらそうではないと私は思っている。もしだ、今モズという組織で動いてはいるが、これが崩れたとしても私はお前たちを仲間だと思っている。ということだ。だからな、ギャングをやめたいと思った時はいつでも言ってくれ。いいな。なんや、このタイミングで言われたらなんか最後の言葉みたいやな。いや、もしかしたらもしかするかもしれんだろ。おままごとをしてるわけではないんだ。我々は殺し合いをしているんだ。切った張ったをやっている。だからな、どれだけ私に何か思いが、特別な思いがあったとしても、別に自分の身を案じてギャングを抜けるというのは一つの手だ。それがお前たちの自由だ。モズという組織は自由であってほしい。犯罪をしたいときは犯罪をすればいい。そのリスクを自分の責任と思ってな。このギャングに属しているということは自分の命が危うくなるかもしれんというリスクと覚悟を持っていてほしいんだ。うん、私からはそれしか言えん。私も衝動で動いてるから迷惑をかけることばかりだろう。まあ、おかげさまでまさかこんな大人になってるとは思えんかったぐらい自由に来とるわ。ああ、自由の、もしかしたらこっちの、なんだろうな、町の中ではあまり自由ではないのかもしれんがな。別にこの世界で自由に生きる方法とかやり方というのはいろいろある。うん、まあ自由に過ごした結果な、こういう友達ができたわけやから。そうなの？うん、これやってへんかったらここまで深く関わってへんやろからな。仲間もできたさかいね。だから思っとることがあったらちゃんと言ってくれな、うん、まあ抜けたいとかではないんやけど。うん、シャム君ってさっき僕が相談したことって話した？いや、まだ話してない。うん、なんだ。正直これはあくまで僕個人の意見やけど。うん、いいぞ。あの、花子君に背中預けることできへん？それはそうだろう。うん、なんかあの子の言っとることが信じられへんところがある。そうだな、うん、私もそれは一理ある。まあおそらく 99% やねんけど、こうすでに嘘つかれてる。嘘をつかれてる？なんかそうやな。うん、まあ、1個報告してくれたんやけど、その内容に1個は必ずどっかで嘘をついとるやろなっていう辻褄が合わんことがあって。それはなんだ？な、昨日ダーマーさんが寝た後、うん、マクドナルドさんも寝て、うん、で僕と花子くんだけになったんよ。おう。で4時半頃に僕がブラックマーケット行って、うん、それでその時に
なんかブラックマーケット来たからなんか欲しいもあるって言ったら、うん、スナイパーライフル欲しいですって言われたから花子くんに、うん、で買って返事もあったんやけど返事こうへんくって、まあ5時半頃にまあやっと連絡ついたんやけど、チートラに襲われたと。ほう、チームドラゴンに撃たれたと、もうはっきり言って、うん、まあなんでそう思ったんや、なんでチートラと思ったんやって、その、うん、なLWの変装の可能性もあるけどって、まあそれそうだな。って言ったら、まあ声が中低音でハゲで、ハゲの男でなんか方言がきつかったみたいな。方言がきつかった、なるほどな。そう、まあ強いて言うならズーズー弁みたいな。うん。ことで、まあ、山本と一緒におったらしくて、なんか指示受け取ったみたいな感じで。なるほど。で、どうやら LW のために撃ったみたいなことを言っとって、うん、詳しく何言っとったかまではちょっとあれなんやけど、まあ、Gドラって拡張するようなこと言っとったらしい。なるほど。そう。で、救急隊に運ばれて、今やっと連絡取れたっていうふうに言われてんや。うん。でも昨日さ、それがだいたい5時頃やったと思うね。その事件が起きたんかな、うん、5時か5時前ぐらいか。昨日3時頃ぐらいから警察おらんくなってさ、うん、救急隊出動できへんかったやん。うん。そしたら誰が助けたんやってなって。ん？その確かに救急隊に助けられたって言ったんや。あの子くん。まあ心ない救急隊もおるぞ。いや心ないじゃなかった、救急隊に助けられたっていうふうに。まあまあ疑惑があったということだな。なんかその疑わしいと思う部分があったということか。そうやね。それでまあちゃんと重症に、花子くんのことを重症にしてへん状態でそんなチードラであることをベラベラ喋るかって思ったんよ。まあどうかわからんな。まあその話もな踏まえてな、私はちょっと彼女と話をしようと思うんだ、うん、ただ彼女がいない状態でな、我々だけいたらターゲットは我々になるだろう、シンプルに今の状態でな、うん、とりあえず彼女と話をするまでは我々としては動きは一時停止をするつもりなんだ、うん、彼女がいないのに動く意味がない。そうだろ、うん、ただ命が狙われるというのはリスクとして今の現状、私まあそれが正しい姿だと心から思ってるかな。犯罪者、ギャング、犯罪者だけだったら命を狙われることはないかもしれん。ギャングになる以上は敵対するチームがあればそこに命を狙われるのは普通だ。だからこれが正しい、あるべき姿だと思ってる。こうやってこんなところで堂々と立ち話をして後ろの方から頭を打ち抜かれるなんて、それが普通だと。だから後ろに変な車がついてきていないか、そういうことも注意しなければいけないし、その近くで張ってるものがいないか、そういうことにも気を配らねばいけない。それが本来だと思うんだ。ただ彼女にはまだその覚悟が少し足らんかもしれん。どういう意味でも私が一度話をするまではステイだ。今のこの状況のままステイだ。仮に撃たれたとしても。そうだ。なるほど。そしてな、うん、すごく難しいことを言うようかもしれんがな。なんやの。この街は我々と同じように眠るだろう。
我々モズは眠る、この町が眠るまでしか基本的にはそこ、そういうのはやらんようにしたい。ギャングらしい行動は。今って何時だった？1時じゃね、3時だよな。今3時やね、うん、全体が十分な深い時間だ。うん、そうやね。今朝方は5時まで続いとったからね。そうだ、さすがに私も疲弊した。うん、ずっと緊張状態やったからね。それをずっとやるのもみんなしんどいと思ってな。うん、これは我々の自由の定義とは少し違う。私が思う自由とも少し違うんだ。うん、だから我々は3時以降はやらん。どれだけそれが相手から何かをされようがだ。うん、やられたくなければ隠れて過ごせばいい。ダーマーさんは最北端の土地が取られたことどう思ってる？別に構わんと思ってるぞ。サイか。土地というのは何だ？まあテリトリーというか。テリトリーとは何だ？うん、その程度だ。テリトリーは金だ。だが金を取られたのであれば、収入が奪われそうなのであれば、また収入を増やせばいいだけの話だ。仕事をすればいい。そうだな。君たちは副業というか、まあ普通に仕事ができるわけだから。まあ私はできないかな。だが安心してくれ、うちにはこの稼ぎ頭がおるからな。あ、期待しとるわ。まあ苦労はかけるかもしれんがな。そうしたら冴島美月。はい。君は私と今日からファミリーだ。よろしくお願いします。よろしく頼むぞ。はい。我々はな、コードネームがあってな、うん、はい、それぞれ鳥にちなんだ名前になっとるんだ。こいつはシャモン。うん、鶏だの。うん、で、この子はまあそのままヘラシギだな。本名があるがずっとヘラシギというあの名前でやっとるんだ。そう、本名はダーマーさんしか知らん、うん、はい、わししか知らんらしい、うん、私はダーマーだが、一応まあモズというコードネームでやっとるが、まあ別にダーマーでもいいしな。わかりました。まあダーマー、バンでもダーマーでも何でもいい。呼び名は好きにしてくれ。はい、うん。となるとな。ダーマーでもし。何？何でもないです。あ、サプライズついてへん、銃が。いや、なんて。いや。なんか、いや、よくわかんない。あそこにさ、柳田、タイヤがぶら下がってるの見える？はいはいはい。あそこにさ、頭く、なんか、はめ込んでさ、いけるかな、グリーンってやったろうか。グリーン、君はそうな、何がいいかな。一応ヘラさんがいつも俺のことをアルバトロスって。アルバトロス、そう、アルって呼んでね。なんだそれは。え、アホウドリ知らん？アホウドリは知っとるぞ。アホウドリのあの、まあ、別名やね。うん、なぜアホ踊りなんだ。ああ、まあ、捕まえやすいのがいいこと。あのね翼がどの鳥よりも大きくって、あの助走つけへんと飛ばれへんねんけど、うん、一回飛んだらどの鳥よりも高く長く飛ぶっていう。アホ踊りの、あ、僕がちょっとアルバトロスというのがな、横文字だからな、あんまりだな、うん、ピンとこない。でもまあかっこいいといえばかっこいいかな。いや別にこれは僕がね、うん、あの西島って名前で街中で呼んでるところ誰かに聞かれたらまずいから、うん、つけただけで。
別にダーマーさんつけたら日本だろ。はい、日本の鳥ね。トキトキトキかっこよ。トキどうだ。おお、いいですね。トキいいじゃないか。トキじゃあトキトキで、はい、うんうん、よし、ではトキ、はい、君をモズに迎える儀式をやりに行く。儀式、はい、どうだ。うん、じゃあアジトの方に行こうか。了解。ああ、はい。